どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今回はグランドワーデンの空攻めについて見ていきたいと思います。はい、こちらですね、まずアースクエイクを打っていって、そしてライトニングを一発ライトニングで破壊、そして対空砲が残り1本というところでドララッシュ、さあそしてヒーローが出てきましたよ。こちらですね、空のヒーローとしてグランドワーデンを選択するとですね、対空爆弾、そして対空砲、巨大クロスボウ、対空など、まあ要するにドラゴンと一緒なんですよ。受ける攻撃っていうのはエアスイーパーも、影響してしまいますよね。ですのでやはりその扱い方っていうのが、やはり空ユニットとして扱うということが重要となってきております。やはりこのね、枠内にいる、ドラゴンやらガーゴイルなどがダメージが軽減されるということで、こちら本当に強いですよね。そして先ほど発動いたしましたこの特殊能力、この特殊能力がね、もう無効になるということで、やはりドラゴンって対空砲とかの攻撃受けちゃうと嫌じゃないですか。すぐ死んじゃったりするんですよ。それを無効にすることができる、いやこれはすごいですよ。ということで、まあ、今回はドラゴン、まあ、ドララッシュにですね、このような形で、グランドワーデンを組み込んだ動画っていうのを見ていきましたけれども、いかがだったでしょうか。動画概要欄にグランドワーデンが陸で攻めたリプレイ、そしてグランドワーデンとは一体何なのか、マヨネーズでもわかる動画としてですね、私上げていますので、そちらの方も合わせてご覧いただければなと思います。ぜひともタンゴラッシュをグラン楽しんでいきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。